東筑波といえば、はい、なんかもうランチが美味しいという噂聞いて楽しみです。はい、さっきキャディさんは、パワーランチ、はい、パワーランチ一番人気って書いてるけど、ステーキと天ぷら、すげえボリューミーや、すごい組み合わせですね。ああ、ステーキと、あ、それ 右横見てください。これ見える？パワーランチステーキと天ぷらよ、ないよね。すげえ、その右横見てもらって、はい、うん、カツオの刺身とすき焼き定食、すげえ。濃厚豚骨ラーメンと和牛ミニステーキ丼特上握り、あーすげえな、どうしよう、ハンバーグ、うわー、ちょっと待って、まだこっちのページもあるよ。麻婆豆腐定食、もつ煮定食、全部うまそう。うわすごいっすね、本当にめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。天丼のタレ、うわー、あ、こっちがお蕎麦屋、うわー、これすごいな、すごいっすね、全部、いや、噂通りやんか、ここのご飯、俺の見てよ、天丼とそ、オマールエビ、オマールエビと有機野菜でお蕎麦、お蕎麦、はい、オマールエビ多分ないですよね。ないよ、これ。ほんでタレをちょっとかけるみたい。マジか、どっちがどっちや、これどっちがどっち、いやマジでどっちでもいいのか、でも細い方やんな。え、でもこうあったな、どういうことやん、こうか、いやちょっと待って、やっぱご飯が美味しいとこってそれだけでもまた来たくなるのよね、最高。ど、まあ、お蕎麦もいいサイズやしね、でもやっぱりオマールエビ行こう、これはオマールエビ行きたい、2丁入ってるよ、これがオマールエビ、すごいボリュームですね、うん、2丁入ってね、いただきます。うまっ、柔らか、マジで美味しい、うまっ、ちょっとちょっとご飯、マジうま、美味しい、こんなんよ、こんな天丼ある、マジで、あっ、受け慣れしすぎて、なあ、もう今のあの一気にオマールエビ食べる感じだよな、ロケ技術が、いやうまいわ、いやマジで美味しいですか、マジで、また一緒やね。あります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 。ん？思いっきり上叩いたね。そうですね。叩いてしまいました。はい、うん、全部ちょっと、全体的にまた、あれやね。コース出るとは、あれなんでしょうな。ずーっと、四遊で。
やっちゃった。パダボダニに行ってしまった。ダボダニに行きましたね。 OB ではないみたいですけど。はい、 OB ではありません。いや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 、まずいなこれは。あれがあったらまずいよ。ちょっとまあ今日はついてるから1回で出せるぐらいのとこにあってほしいな。いすいません、じゃあ上から失礼します。行きます。はい、うわっ何今の空振り。いやですよね、うん、いやちょっとなんか端っこに当たったみたいな感じやな、はい、よし行きますよ。うん、しゃあないね。これを1回でやりたかったけど。六遊で。六遊、はい、はい。なんとかちょっと近所まで。近所まで。はい、ナイスアウト。お、近所まで行くでしょう。はい、まあまあ、いいですね。うん、はい、ナイスアウト。これはそのままどうぞ。はい、すみません、はい。やっとちょっと。今ので何ダメだ。5ダメです、ね。5ダメか。はい。ちょっとピンの左を狙った方が良さそう。うん。うん。またこれもちょっと58か53かで。これ僕53でちょっと行きたい、はい、こっちはピンのちょっと左をぐらい。どうかな、はい、ちょっと左すぎたけど、まあまあ距離は良さそうですね。そんなに悪くないと思う。よし、仕留めよう、これをなんとか。じゃあ取りで上がれる、はい、ちょっとこちらね、先振っときます。キャイさん、これそっちから下りでいいですか。はい、下りになります、はい、下りのね、スライスルーになります ね。ちょっと手足はね、さほど下ってないんですが、ちょうど真ん中あたりからですね、カップ手前あたりからの傾斜は下り入ります。弱いな、弱い、弱いです。はい、短い距離でも気を抜くな。はい、8でした。6オン2パットでした。すいません、キャズさん、ありがとうございます。まあでもしゃあないですね、ミスだらけやったんで。ここに来て8か。パー4で8は嫌やね。ちょっとトップってるから。よし、いきます。あの木目指して。
うわ、右だ。右。わあ。蛍原さん、ここ暫定打っといていただいてもよろしいでしょうか。もしくはね、なかったら、はい、ちょっとなんか出てきてないですね。しまいますので、念のためね、打っておきましょう。右は OB ですか。 OB はありません。はい、すいません、はい、どうぞ。7と9で、7で、7番、はい、もう出すね、下に。打ちます。はい、落ちて落ちて落ちて、あ、はい、降りてきました。すごい綺麗だったね。はい、ナイスアウトです。7ウッドで本日2回目で、ちょっと、はい、1回打ってるから。はい、よいしょ、うん、方向はいいでしょうね。うん、うん、ちょっと左にこう行きやすい感じやね。うわ、右行った。右。サブグリーン右側ですね。ま、サブグリーン方向ですね、うん。向いた方向に行きました。はい。はい、あ、行ってもうた。止まる、大丈夫ですね。止まります、止まります。帯ではない、大丈夫です。ちょっとあんな飛ぶんや。そのままどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。58で、これはカラーぐらいでもいいかな。そうですね、なあ、それでもって感じかな。それでもって感じか、はい、向こうにまで食らってますもんね。そうやね、カラーぐらいのイメージ。あ、強いわ。うん、はい、下手でした。届け。あー、弱い、惜しい、乗ってたね、乗ってましたね。あー、うん、はい、好きです。トリプルでした。いや、ちょっとあかんね、ちょっと叩いてるよ。あかんよ、あかんよ、ちょっとなんか50ペースにいってるよ。 あかんよ。あの、よくペースのこと分かってくるようになりましたね。あの、あ、瞬時に、はい、大体これぐらい毎回叩くから覚えてきたよね。ちょっとこのこれ続くと5時行くぞとか、うん、そう。もう明日ぐらい満開かな。そうですね、もうここ 2,3 日で、もうでもね、ここ 2,3 日で。いいね、こういうのもね、綺麗なゴルフ場やね。
もうさ、年取れば取るほどね、こういうお花とかもね、見れるようになってきたよね。ほんまに。うん。ゆっくりね。ほんまに。じっと見てたいですか？じっと。だからほんまにここをベンチ置いて、俺の最高級よくはこう桜咲いてる下でベンチ置いて、まあアイスコーヒーがあって、ほんで、競馬できたら最高やね。グリーンチャンネル見ながら予想しこうしてアイスコーヒー飲みながら桜、あそこのコンビニのブルーマウンテン飲んで、ブルーマウンテン飲んで、うん、俺の中の最高コースやね。こちらが右ドックの、ね、ミドルホール、はい、392ヤードになります、はい、正面センター松の木、こちらが松の木まで255ヤード、はい、松の木の若干右方向を狙ってくださいがベストね、はいはい、よいしょ。あ、ちょっと右やけどいいよね。こちらは降りてくると思います、うんうん、はい、ナイスですね。いいです、はい、ナイスキック決めました。オッケーオッケー、フェアウェイ、はいはい、よしよし、あそこに置けたらもう十分ですよ。こっからですよ。まあでも距離たっぷりあるから、もうまたセブンウッドぐらいかも分からんけどもセブンウッドもいい感じになってきてるからね。おそらく多分まあ5とか5U2 とか 4U2 ぐらいいけるんじゃないですかね。セブンウッドはまでいけない感じ、うん、今の当たりだと。はい、168の打ち上げです、はい、178ヤード、178、はい、あれゴール地点が、あー結構右やわ。うん、これはあの見えてるバンカーよりも右ってことですよね。そうそうそう、ただちょっと傾斜とかもそうやし、あのやっぱ木がですごく狙いづらいのよね。あの木の上ですもんね。ね、木の左サイドですよ、ね、うん、そんなうまいことこうフェード打てたらあれやけど、それもあれやからやっぱり、うん、上げてるね。あー左や、左、パーパー、大丈夫ですね。何でしょう、左はサブグリーン左側になります、はい、大丈夫です、セーフの場所です。大丈夫ですか。行きますよ。え、大きいかな、止まって止まって止まれ、うん、はい、ナイス、あと止まれ、危ない、ギリギリ止まりました。ギリ、どうもすいません、ありがとうございます。とりあえず、うん、バンカー越えやけど向こうにもバンカーあるみたいから、あ、奥側はバンカーないです。あ、ないですか。はい、この反対側はないです。 あ、そうかそうか、あれのことか、右は右にもあるって思ってあれのことやったじゃあそこまで、はい、うん、勝手に設計するのやめてもらってはい、ナイスです。いいっすよね。よし、あれをワンパットでなんとか。素晴らしい。素晴らしい。うわー、これ入れたい。これ上から難しくて入れたいな、これ。キャディさん。入れました。でも入れましょう。これ入れたら価値あんのよ、今のアプローチが。そうですね。あの茶色いリボットのね、ちょっと内側ですね。内側ですね。はい。よし。
よし、はい、ナイスボギー、よしよしよし、このボギーは大きい、大きいですね、見事、ありがとうございます。キャディさんにも感謝ですね。はい、言う通り打てました。本当です。このボギーいいよね。ボギーやけど、はい、やった。はい、よいしょ、はい、よいしょ、ナイスアウト、はい、はい、で、チャンネル登録お願いします。